ぶ旅の青い空、いつも陽気でほがらかね。に花が咲く、いつも陽気で幸せね。置いて。あら、もう少しこうやってましょうよ。ねえ、あなた。あら、虫が入ったわ。どうした？ここ。どこ？これよ。どこ？早く、早く取ってちょうだいな。いないよ。ねえ、取ってちょうだいな、ここよ。いないな。いないよ。あら？取ってちょうだいな。な？取ってちょうだいな。赤の夢に甘き恋の思い出を一人、いい声だな。青きとちの声を控えてさ、ただただだんだいな、聞かせてちょうだいな、泣かせてちょうだいな、赤の夢に。
今日はね、あの1時でいいの。1時？嬉しいわ。Mm-hmm.
ねえ、だから早くあの知らせてあげようよ、ね、あなた今会社いらっしゃるでしょ、うん、お送りしながら行って私帰りに打ってくるわね。そうか、明日は朝8時たつね。明日朝8時たつ、うん、ね、うん、あ、ねえ、わいたつ、早く、寒い寒い、あんた寒い、このネクタイでいいの、出ていい、寒いよだってあんた、うん、本当に大丈夫、大丈夫さん、そのために休暇を2日も取ってあるんだろ、本当、うん、やだやだ、いててごめんなさい、だってここもダメなの、いいいい、なんだか変になったの、これでいい、あ、これでいい、サンキュー、うん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 、はい、サンキュー、サンキュー、サンキュー、でも、そのようになって、私なんだか恥ずかしいな。だけどね、恥ずかしいな。おいおい、え、人が見てるよ。誰も見てはしないだもん。見てんだよ、見てるんだよ。どこに？見てます、見てます、見てます。ほら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 。ほら、いやだ、かわいいじゃない。見ちゃいけない。おはよう、おはよう。いや、天気になりやすくね。あれ、天気だな。あんなことって日がすっかりだ。いや、大丈夫、大丈夫かな、あ、うん、一度できる、そうですね、2、3度か、あ、そう、じゃあお願いします、はい、皆さん、僕も、あ、うん、リンク出るかな、ええ、あ、よろしく、それ、あ、どうもありがとう、今晩のお三人のチームのお時間どうぞ、お待ちの前で、あ、分かった、あ、ちょっと、はい、あのね、これ矢野さんとこ持ってて、ね、はい、今月中でこちらの家ができました、向こうは、送りますから、はい、お願いします、はい、あの日から、あの日から、うん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 、朝の私、私があなた、私の心をした乙女の日、あの日から、あの日から、あなたの私よ、あの日から、あの日から、あなたの私よ。あ、先生、おはようございます。おはよう。どうなんですか、ちょっと前でしょ、あ、前よ。あ、本当ですか、あ、本当だよ。はい、どうも、いいんです。はい、あの日から、あの日商売なんですもの。お前は生意気だよ、子供のくせに。
大丈夫。あの、僕ですか。そうよ。あ、どうすんません。私の若い時なんて、本当にウブだったよ。ああ、奥さんでもウブだったんですか。まあ、バカだね。え、本当に。柄ばっかりグズ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 取っちゃって。本当にこれも少し大変なんだよ。ああ、そうそう。松平さんのとこから、お家賃がまだ来てない。ああ、今月の末、越すって言ってたから、まだ持ってこないんだわ。あの女中、本当にいけすかなったらあれしないわ。お前、今日ご用聞いたときに、はっきりと言っておくよ。持ってこいってね。お前は少し中だから、はっきり言わんと分かりしないんだから。はっきり言って、もうキャンプしてこなきゃ、もうお前とこから取ってやらしないから。言ったよね、お前は。ごめんください。どうせ私なんか行けつかないでしょうよ。さよなら。さよなら。おい、おらよ。お前がいるから、いろんなこともついあてて喋っちゃうじゃないか。すいません。すいませんじゃない、お前、本当に。ないですよ。あの、プラスとあの細いシャツならどうした。
のもんですか。あれはね、今新婚のほうでね、ああ、頭までぐちゃぐちゃやられてたまりませんよ。ね、でもそんなにです。そう、申し訳ございません。ほら、この、なんちゅうことを言うんだ、子供のくせに。夫婦の仲のいいのに、結構じゃないか。余計なおしゃべりせんと、商売に精を出しなさい。本当ですよ。ここにあんな仲のいい夫婦はありませんよ。器量が良くて若いですもの。本当に羨ましゅうございますよ。ああ、わしらが新婚旅行で熱海に行ったときは。ああ、本当に熱海のときはおじいさん、ようございましたね。隣のお客さんは2位らしかったよ。本当にね、まあ、熱海の仲のいい夫婦、結構じゃないか。なるほど。おりゃもういないわ。早いやつだな。もうそれは当たり前じゃないですか。おさみさんとこの夫婦ってとってもいい夫婦よ。いいわんなの。お電話しにかい。冗談ですよ。これでも逃げられたいで、ちょっとした方がちゃなんだからね。へぇー、ものすごいもんだな。あら、バカにするよ、この子。早くお水を出し。これも、この子たちはないでしょうよ。これでも新規発動機でちょっとしたあんじゃですからね。知らないよ。だけどね、ご主人と思ってもね、新規の宅と思ってもね。ご主人かい？もう本店のパリパリか。おぉ、味噌のことならわかるけど、肝のことなんか人もいるにはわからねえや。昨日で一つ晴れ姿ってね、やっぱり金楽の本店が一番いいのは、だいぶ土屋町のおじ、とってもね、奇跡があるのよ。あ、ちょっと、これがね、後ろ手でのワイシャツもある。本店のパリパリよ。立ってもらうと、とっても手触りが違うから。柔らかいでしょ。なるほど。いけないっつったら。俺はなくてもいいやないかい。おふうと悪いからもっと悪なるよ。子供のくせに生意気だよ。お、悪なった。見られかけた。また悪なった。はい。なんだ、自分のよっぽど悪いって。あ、自分の忘れた。毎度おきて、知らないでしょ。向こうまで行きな。え、危なばっかりしてたね。毎度おきて、頼む。あなた、あなた、大変なことができちゃった。どうしたの。どうしようかしら。どうしたんだよ。あなた、とても大変なの。おかけよ。どうしたの。どうしようかしら。私もここにいられなくなったわ。え、なぜ。おい、どうしたの。あなたに何も言わなかったけど、うん、こうなったらもう何もかもみんな言っちゃうわ、うん、本当は私、女学校時代にね、固いお約束した方があったのよ。え、約束だ。ええ、誰と約束したんだ。誰と約束したんだ。あなた、許してくださる。許す、許す、許せないって、その理由からって分からんじゃないか。じゃあ私言うわ。私、女学校卒業するときね、一生独身で暮らすって固いお約束しちゃった方があるのよ。何、一生独身で。ええ、それからどうしたんだ。その方にこの間銀座で会っちゃったの。それで私、うっかりここの所番長教えちゃったのよ。そしたらその方が今日来るんですって。え、私、どうしようかしら。来るの。え、そしたら来るのか。え、来るの。本当に。本当に。きっとか。え、きっとだね。よし、困ったわ。おい、担ぐのよせよね、嘘なんだろ。あら、本当よ。私、嘘なんか言えないわ。だから私困ってんのよ。あら、あなた、あなたってば。
とあたからお伝えします。犬とあたからお伝えします。犬とあたからお伝えします。お前じゃないか。嘘よ。あなた、私の話をしっかり聞かないで誤解してんじゃない。何が誤解だ。誤解だわ。断然誤解よ。私の約束した人、私の約束した人は女の方なのよ。え、女。ええ、そうよ。私たち女学校の友達みんなで約束したのよ。独身同盟って。女か。ええ、女の方よ。そうか、女の人か。女の方なのよ。そうか。ごめんね。僕が悪かったんだ。ね、謝るからね。ああ、よかった。私、心配しちゃった。ごめんね。うん。ああ、よかった。困ったこともできたわ。何？また困ったのかい？うん。もう困んのよ。あ？こ、困っても。だけどね、いいじゃねえか、よくやってるよ。ああ、ダメよ、マメなんですもん。ああ、そうか。あ、負けちゃいけないんだね。そうよ。困った。どうしようかしら。あの、銀座行っておいて。ね、銀座、うん、どういうわ。時間がないんですもん。わかった。あの、金井さんですか。うん、そうだ。だからね、うん、ここちょっと行ってね、逃げ回って、3軒目だけで。3軒目。え、ね、バルト前です。わかるか。うん、わかるわ。じゃあ、行ってくるね。行ってくるね。早くね。ね。何？あなた、もう一日休んでよね。うん、いいよいいよ。休む、休む。じゃあ私行ってくるね。早く行ってね。ね、待ってるからね。いいかい？はい、よー、早くね。よあ、
直しに行ったんです。あ、そうなの。いや、今いらっしゃいませんのね。おりませんけど、何時普通買ってまいりますから、お待ちになってください。はあ、私、小島美智子と申しますんですが、学校時代、きりこさんと一緒だったもんですが。あ、そうですか。今朝ほどお手紙で、よく存じております。そうですか。あ、すごいです。ちょっとお待ちになってます。今すぐ買ってまいりますから。今ね、全くお客さんが見えたようですよ。あら、どんな方ですか？このね、
女の人でね、両方した人。ああ、そうですか。私の女学時代の友達。どうもありがとう。失礼します。じゃあ、お妹さんと二人っきりでお暮らしになってらっしゃいますのね。ええー、そうなんです。何しろね、僕のところなんぞお嫁に来ていないんですからな。あんなことおっしゃって。いや、全くです。いい方のわりなんでしょ。え、いや、とんでもない。来てくれる方があれば、今すぐにでももらえますよ。まあ、それ本当ですか。ただいま。あ、帰ってきました。あら、あら、三日間しばらくしばらく、ね、ただいま。あの、お客様が待ってやるんだから。あれ、そう、ちょっと、怒ってもよ。あのね、今お兄様からいろいろお話伺ったから。あら、私今日ゆっくりさせていただくわ。どうぞ、いいでしょ、ゆっくりしてらしてね。ねえ、あなた。ねえ、お兄様。ねえ、きぬかさん。え、このお住まいとても綺麗ね。そう。あなた新婚の家庭みたいだわ。あら、いや、あら、本当だわ。私こんなお家でもって新婚生活したら、とても素晴らしいと思うのよ。あら。ねえ、お兄ちゃん。あ、いいでしょ、それはね。うん、こんなところでほら、新婚生活。あ、いいですよ、それは。ご覧なさいよ、きぬこさん。あら、みつこさん、あった独身同盟の約束、破りたくなったのね。じゃあ、そうじゃないのよ。じゃあ、どうしてさ。だってさ、あの当時約束した人たち、みんな破って残ったのは私たち二人っきりでしょ。うん、私たちだけ守ってるなんて損だと思わない？うん、そりゃそうよ。じゃあ本当に破るつもり？え？だってなんだか私こじらさんとはだんだんそんな気がしてきたのよ。そう？じゃあ私たち本当に感謝しましょうか？ええー、いつだってするわ。本当？もちろんだわ。あら、どうなったの、みつこさん。私、これからとてもいい奥さんなるお稽古するわ。ねえ、お兄様。あ、あ、結構ですね。なんだか変になっちゃったわね。ねえ、きぬこさん。何？これからお昼食べてね、映画見に行きましょうよ。写真？うん、ね。私、どうしようかしら。あら、ねえ、だからさっきお兄さんともね、うん、お願いしたんだけどね、ダンスに行かな、ね、うん、行きましょう。でも私、こんな格好で行かれないわ。あら、いいじゃないの。おかしいんですもの。おかしくない、立派じゃないの。そう、いいわよ。でも行きましょうね、お兄さんにお願いしてね。お願い、お兄さんにお願いしよう。ねえ、どうするの。ねえ、それはね、僕はいいんだけどさ、君どうする？私？うん、私はいいんだけど、あの、お兄様？うん、僕はいい。ねえ、きぬこさん、3人で行きましょうよ。ね、いいでしょ。ええ、行きましょうね。ええ、あ、はっきり言ってちょうだいよ。いや、いいんですけどね。本当に？ね、行きましょう。支度してよ、今日は。あら、いいじゃないのさ。支度しなさいよ、さ、行きましょう。困ったんだけど、あら、まあ、これ見せてちょうだい。どうぞ。まあ、素晴らしいわ、これね。まあ、いいじゃないの。いい？とてもいいわ。さあ、あら、これ本件ね。本件は本件よ。まあ、素敵だわね。あたりのこれなんかとても安物なのよ。それ安物？うん、だって君に見えるじゃないの。ダメなのよ、見えるだけでもってね、すぐね、シワが寄っちゃうの。寄る？ほらほら、ね、ほんと。おい、何してんだい。支度できたのかい。支度できたらすぐ行こう。今すぐ。もう少し待ってくださんない。あら、そんなこと言ってって無理だね。うん、女には支度があるんですもん。もう少し。ああ、そりゃそうだわ。あなたにそんな衣装を買ってくださるんですもん。お医者にどう支度するわ。お医者にだよ。
Thank you.
喜びますね。
こま、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 こま。記者代とお土産ね、それになるじゃないか。そんなに貸してくれるかしら。貸してくれると思う。大丈夫だよ。うん、風呂敷出して、風呂敷。でも一応ってなんだか嫌ね。大丈夫だよ。なんでもないよ。僕なんか学生時代、ほら、しょっちゅうじゃない。うん、ちょっちゅう行ったんだ。なんでもないんだ。平気だよ、平気だよ。風呂敷出して、風呂敷。これみんな来るんだ。あ、みんな来るんじゃん。どんどん来るんじゃん。そしてね、記者人ができたら、明日の朝早く、ババア来ないうちに立っちゃうんだよ。うん、ね早く来るんだよ。泥棒ね、とんでもないことしやがる。あ、そうそう。交番へついでに取らなきゃいけないよ。届けが取らなきゃ。あなた、私も連れてってよ。私一人じゃなんだか気味が悪いわ。うん、いいよ、一緒に行ってみて。ね
ありますね、子供しますね。いや、まあ、それ待ってね。あ、あの人。いや、早く見てみて。綺麗で着心地が良くて
強くて、そして困った時には引き合いを持っていけばいいんだ。おい、ダメだ。おい、ねえ、おい、切るか。いやいや。見てん。いや、でも。もうしない。知らない。え？いや、話してよ。食べてくださいな。おぐさん、おくがさ、おくがさ、女房ら、山田のほら、もしもし、電報ですよ。舞台はね、お前らどこでも来たらいいんだよ。もしもし、本田さん、ひどくよですよ。おなかってもダメよ。帰ったほら、帰れほら、帰ったよ。もうちょっと開けないよ、おい。開けろ、ほら、山の神、ほら、手だ、ほら、開けろ、ほら、おい、開けろ、ほら、おい、山の神、ほら、さあ、感じだよ、感じだよ、ほら。うるさいわね、本当に。何だと思ってんの、今頃。うるさいのは何だ。なんていう暴言を吐くならな。山の神も一体何だと思ってんだろう。やかましい。何？やかましいって何でやかましいって、ほら。嬉しいこともあるね。ハハハハ。